デイビッド・アンドリュー・パターソンはアメリカ合衆国の計算機科学者である。1976年からカリフォルニア大学バークレー校の計算機科学教授を務めていた。2016年、パターソンは40年近く務めた UCB を退職し、Google のディスティングイッシュドエンジニアに就任することを発表した。現在はリスク V 財団の理事会の副委員長という CB の 名誉教授も務めている。パターソンはリスクプロセッサの設計において先駆的な研究で有名である。リスクという用語を作り、バークレイリスクプロジェクトを指揮した。2018年現在、新しいチップの99%はリスクアーアーキテクチャを採用している。また、ランディ・カッツと共同で RAID ストレージを開発したことでも有名である。 コンピューターアーキテクチャに関する著書は、コンピュータ科学の教育で広く読まれている。パターソンは、ヘネシーと共に、リスクを共同で開発した業績により、2017年のチューリング賞を受賞した。イリノイ州、エバー・クリーンパーク出身のデイビッド・パターソンは、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で学士号、修士号、PhD を習得した。ヘネシーと共に、 リスクの有効性を定量的に示し、リスクをマイクロプロセッサのアーキテクチャにおける一大潮流とした。リスクという語を提案したのも彼であるとされる。1980年からカルロ HC クイーンと共にバークレイリスクプロジェクトを指揮し、レジスタウィンドウと呼ばれる手法を導入した。バークレイリスクはスパルクプロセッサなどの設計に影響を与えた。また、 ランディ・カッツとガース・ギブソンとの共同研究で RAID を開発した。ネットワークで接続されたワークステーション群でコンピュータクラスターを構成するネットワークオブ・ワークステーションズも開発している。UCB 計算機科学部門の部門長とコンピューティング・リサーチ・アソシエーションの長を務めた後、2003年から2005年までアメリカ大統領の情報技術諮問委員会の委員も務め、 2004年から2006年まではアクメの会長を務めた。2011年まで行われたラジアンラボプロジェクト、2010年まで行われたランププロジェクトに関与した。2013年にはパーラボと AMP ラボに所属して研究を行っていた。アクメ IEE から数々の賞を受賞しており、IEE、e、フェロー全米技術アカデミー会員にも選ばれた。 2005年、C&C 賞を、ジョン・ヘネシーと共に受賞。シリコンバレー工学の殿堂入りも果たしている。2004年、C&C 賞を受賞。2006年、アメリカ芸術科学アカデミーと、全米科学アカデミーの会員にも選出され、コンピューティングリサーチアソシエーションから、ディスティングイッシュとサービスアワードを授与された。2007年に、 東京工科大学とカーネギーメロン大学の推薦及び選考により、片柳コンピュータ科学賞、片柳優秀研究賞を授与された。また、同年コンピュータ歴史博物館及びアメリカ科学振興協会のフェローに選ばれた。2008年、アクメディスティングイッシュとサービスアワードと、アクメ IEE エ,エッカーと、モークリーアワードを受賞し、その後も様々な賞を受賞している。 2018年3月21日、ジョン・ヘネシーと共にリスクの開発により2017年度の悪名チューリング賞を受賞した。受賞理由はマイクロプロセッサ業界に永続的な影響を与えるコンピューターアーキテクチャの設計と評価への体系的で定量的なアプローチに対する先駆的な業績である。パターソンの下で博士号を取得した有名な人物には 以下のような人々がいる。パターソンは7冊の強著を執筆しており、コンピューターアーキテクチャに関するジョイン・エル・ヘネシーとの強著である、コンピューターアーキテクチャ、A、クオンティテイティブアプローチと、コンピューターオーガニゼーションデザインリスク、V エディション、ザ・ハードウェア、ソフトウェア・インターフェースが特に有名である。これらの本は、1990年以来、大学院を呼び、 学部の授業で広く教科書として使用されている。最新の本は、アンドリュー・ウォーターマンとのオープンアーキテクチャーに関する、強著で、リスク、V、ザリスク、V リーダー、アン、オープンアーキテクチャーアトラスである。ありがとうございます。